国際バレーボール連盟 FIVB は 2025FIVB バレーボール男子世界選手第1ステージの組み合わせ抽選会を9月14日土曜日に同大会の開催地であるフィリピンのマニラで行った。その結果、世界ランキング6位の日本はプール G に入り、同ランキング11位のカナダ、17位のトルコ、44位のリビアと同組になった。図、第1ステージ組み合わせ一覧と決勝トーナメント表。2025男子世界選手権は、2025年9月12日、金曜日から28日曜日、にマニラ、フィリピンの2会場で開催予定。第1ステージは出場する32チームを4チームずつ8つのグループに分けて1回戦総当たりのリーグ戦を行い、各組上位2チームがトーナメント戦に進出する。1次リーグ戦の組み合わせは下記の通り、2025FIVB バレーボール男子世界選手権大会第1ステージ組み合わせ。括弧内は2025年9月17日現在の世界ランキング。